パトリック・ヘンリーはアメリカ海軍の原子力潜水艦。ジョージ・ワシントン級原子力潜水艦の2番艦。艦名はパトリック・ヘンリーにちなむ。パトリック・ヘンリーの建造は1957年12月31日にコネチカット州グロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1958年5月26日に寄港した。 1959年9月22日に、レズリー・イアレンズ夫人によって、命名、浸水し、1960年4月9日に、ブルーハンのハロルド・イーシェア艦長及び、ゴールドハンの LJ ロング艦長の指揮下収益する。収益後はブルーハンの陸民によって成長が行われ、1960年9月16日に、ゴールドハンと交代した。 アメリカ海軍2番目の弾道ミサイル潜水艦は1960年12月にブルーハンが乗り組最初の戦略抑止商会に出航する。1961年3月8日にスコットランドのホーリー・ロッホに到着し、66日間と22時間の先行という記録を樹立した。パトリック・ヘンリーはホーリー・ロッホを拠点とした初の弾道ミサイル潜水艦であり、 潜水母艦プロテウスによる補給と定期補修を受けた初の艦であった。パトリック・ヘンリーはホーリー・ロッホを拠点として17回の紹介を行い、1964年12月にエレクトリック・ボート社のドックに入る。後半用ーバーホールは18ヶ月にわたって行われ、核燃料の補給、ポラリス A-3 ミサイル運用のための回収が施された。 オーバーホール後1966年半ばに、プエルトリコ及びフロリダ州ケープカナベラルで成長が行われ、パトリック・ヘンリーはポラリスミサイルを装備し、第14潜水船体に所属、12月にサウスカロライナ州チャールストンから18回目の紹介に出航した。1968年3月1日、パトリック・ヘンリーはホーリー・ロッポで22回目の 紹介を完了した。1970年代の初めに、新珠湾に母校が変更される。1976年にメアアイランド海軍交渉で、オーバーホール燃料補給が始まり、作業完了の1978年には、G 成長活動を行う。パナマ運河通過後ブルーハン乗組員は1978年7月に、ケープカナベラルで、 ポラリスミサイルの発射に成功した。数週間後にはゴールドハン乗り組員も発射に成功する。ゴールドハンの乗り組んだパトリック・ヘンリーはパナマ運河を通過し、真珠湾に到着した。その後1980年代まで太平洋艦隊で活動する。1982年にパトリック・ヘンリー及び姉妹艦の弾道ミサイル発射艦は無効化され、SSN に 艦種変更された。パトリック・ヘンリーは1984年5月25日に退役、12月16日に除籍され、ピルジェット・サウンド海軍交渉で原子力艦再利用プログラムに従って解体が行われ、作業は1997年8月21日に完了した。ありがとうございます。